皆さん、こんにちは。お時間になりましたので、オラクル d b a s キャンプを開始いたします。改めまして、皆さん、こんにちは。日本オラクルの徳永と申します。よろしくお願いいたします。とまず最初にですね、オラクル d b a s キャンプとはというところで、えっと、コードナイトの新シリーズとして昨年からえっと開始をしております。 えっと、内容としては、オラクルデータベースに関する基本的な知識とスキルを身につけるできる場所となればと思い、えっと、オラクル入社3年目未満のエンジニアと一緒に、えっと、ここにいる私たちでお届けをしております。で、えっと、開催スケジュールになります。えっと、本日は10回目ですね。ちょっと例外もあるんですけども、基本的に毎月2回、 えっと、第2、第4火曜日のこの時間ですね、えっと、5時45分から開催をしております。気になる、あのー、セミナーがございましたら、ぜひチェックしていただければと思います。本日のタイムスケジュールです。いつも通りにはなるんですが、えっと、オープニングの方はタックし、で、この後ですね、実際の登壇、オラクルデータベースってなんだに関しては、小笠原さんから登壇をしてもらいます。 その後6時半からですね、まあ、全体を通した振り返り、遊泳、そしてクロージングという形で約1時間のスケジュールとなっております。それではお待たせいたしました。えー、とセッションを開始したいと思います。川沢原さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは第10回目では、オラクルデータベースってなんだというテーマでお話しさせていただきます。オラクルデータベースについて、これ前のセミナーでは技術にフォーカスした セセッションとなっておりましたが今回のセミナーではオラクルデータベースのコンセプトを中心にご説明いたします。こちらは2016年に南カリフォルニア大学の卒業式スピーチに登壇したオラクル社の創業者であるラリー・エリソンの写真です。2024年には世界長者番付で5位になり、最も成功した実業家の一人として知られています。オラクルデータベースを語るには彼なしでは 話が始まりません今回は Oracle データベースの誕生と進化の方向性に注力してお話をしていきます今回のスピーカーのご紹介をさせていただきます今回あのご説明させていただくのが私 Oracle 株式会社でクラウドソリューションアーティストをやっている小笠原カンタのほうで、えー、ご説明させていただきます、えー、クラウドエンジニアとして、えー、2021年中途で Oracle 入社しまして現在 サービス分野のエンタープライズ領域を専門としたクラウドアーキテクトとして活動させていただいております。また、前職で Azure などをメインでやっておりましたので、Oracle Cloud、そして OCI だけでなく、Azure AWS とも比較したご説明や検証というところを得意としていまして、私自身も好きな分野となります。今回、えー、本日のアジェンダとなります。第1章では、えー、Oracle Database の歴史。 概要ということで、オラクルデータベースの歩みと特徴について、2章では、コンバージドデータベースがもたらすものということで、オラクルデータベースのコンセプトについて、3章では、これからのオラクルデータベースの進化ということで、進化の方向性についてお話しさせていただきます。まず、データベースの始まりですが、こちら、1960年代に遡ります。当時のデータベースは、 レコードの単純な連続リストでしかないもの、それをすべての探索リストをリストの先頭から開始して、順番に検索するレベルのものでした。これはデータが増えれば増えるほど大変な時間がかかるものです。こちら、1970年代のところですね。こちら、IBM が出した IMS のデータベースや、あとは a d a p a s と呼ばれるデータベースなど、こちら、多くのお客様にこの2つが利用されるようになりました。また IMS の DB は データまた、a d 管理するという DB に関しましては、関係型と呼ばれ、論理データ、それぞれの関係を管理するもので、SQL 自体の実装はありません。こちら v s サ m のところは、ストレージへのデータアクセス方式の一つのため、それだけではデータ管理システムと呼ぶことはできませんが、CICS などのトランザクションマネージャーと連携することで、データを管理する仕組み。 ということが行われましたしかし、これらの API がすべてベンダー雇用であったり、製品雇用であること、OS 間でポータビリティがない、つまり移植化しにくいということですね。また、開発者の生産性が極めて低いことなどの代表的な課題というところがございました。また、少し時代が動きまして、IBM、 三ノ磁研究所のエドガー・フランク・コット博士は、1970年に論文大規模共有データバンクのデータ関係モデルを発表し、リリューシャルデータベースの理論的基盤であるデータベース管理の関係モデルというものを提唱いたしました。関係モデルとは、データを関係と呼ばれる二次元の表形式で表現するデータモデルのことで、理論的には数学の集合論を基盤としています。 これにより、えー、データの構造を2次元の表形式で分かりやすく表現することができるようになり、表を扱う関係台数としての集合演算、関係演算を定義することで、こちらデータの操作が明確となり、アプリケーションが関与することなしに、それぞれの表の整合性というところを保てるようになりました。しかし、残念ながら、ホット博士はこちら論文を発表したものの、やはり IBM の先ほどの IMS データベースの販売が好調だったこともあり、リレーショナルデータベースの実装というところは長らく行いませんでした。こちら、オラクルデータベースの生い立ちとして、ラリー・エリソン、こちら、あとボブ・マイナー、エド・オーツの3人です、ね、は、こちら、1977年にソフトウェア・デベロップメント・ラボラティ後のオラクルを創業します。そして、コット博士や、 i b m のシステム R チームの発表した SQL に関する論文に触発されて、世界で初めてリジェネシアルデータベースを商用化します。これが、えー、初めてのオラクルデータベースのバージョン2です。さまざまなお客様が商用化に成功したオラクルデータベースをじゃ購入していただきました。1987年には、えー、オラクルは売上高1億 US ドル、55カ国に4500のエンドユーザーを要する 世界最大のデータベース管理会社に位置付けられましたこの後、社名を Oracle Corporation に改名いたしまして、現在に至りますこのように、いろいろなお客様に利用いただいている Oracle d a t a b a ですがまずは、これ前のセミナーから一部を抜粋して Oracle が大切にしていることについて皆様と再確認していきたいと思います最初に、Oracle d a t a b a とは Oracle 社が管理している リレーシャルデータベースシステム、あ管理システム、通称 RDBMS です。RDBMS とは、二次元の表形式でデータを表したものです。簡単に説明すると、企業の中にある顧客データですね、や商品データとか、というところを大量のさまざまなデータを格納して、格納したデータを取り出して利用するものとなります。データ操作を行うには、こちら SQL という言語を利用して操作を行っていきます。 また、分割できない一連の情報処理の単位として、データベーストランザクションというものがあります。オラクルデータベースのデータベーストランザクションは、データを変更するような SQL を発行するとスタートします。具体的な説明は、以前実施した DBS キャンプのオラクルデータベース入門概要編をご確認いただきたいのですが、こちら右側に記載しているように、このデータベーストランザクションが兼ね備えるべき基本的な性質、 ACID、略して ACID という概念があります。オラクルデータベースは、これらの性質を損なうことがないように設計されています。中でも、コンシステンシー、一貫性の部分と、アイソレーション、分離性のロックに関する機能についてご説明します。まず、えー、マルチバージョン、読み取り一貫性についてです。右側のオラクルデータベース、こちらの動きを確認していきましょう。複数のユーザーザが 同時にデータがアクセスすすることを保証いたします例えば、ユーザーのカスタマー ID101 のカスタマーネームを鈴木から佐藤に更新している途中をこちら表したものです。データを参照するユーザーは、確定される前の情報をきちんと参照することができるように、アンド領域で更新前情報を保持しているため、問題なく確定前情報を読み込むことができます。 読み込み開始時点の情報を正しく読むことができる機能が、マルチバージョン読み取り一貫性というオラクルデータベースの機能です。次に、行レベルロックについてです。右側の説明のように、オラクルデータベースに格納しているテーブルデータを更新する際に、最小単位となる行単位でロックをかけていきます。この図では、あるユーザーによって、 更新されるカスタマー ID 一〇〇一〇一少し飛ばして四九八以下のデータを別のユーザーが更新することができることを意味します。いろいろなユーザーのデータ処理を待たさない、つまり同時実効性を確保する機能となります。そしてこのスライドでは Oracle データベースの機能の進化についておさらいをいたします。 まず、このメインフリームの時代ですね。こちらでは世界初の商用型 RDBMS としてリリースし、えークライ、次のクライアントサーバーの時代では、パラレル処理や行レベルロック、パラレルクエリなどの実装、インターネットコンピューティングの時代では、オラクルデータガードやオラクルラック、クラウドとビッグデータの時代では、オラクルデータベースの専用サーバーになる、えー、オラクルエクザデータやマルステナント機能、 クラウド上で提供するオラクルオートノマスデータベースのサービスなどの提供が挙げられます。また、18C から新しいバージョンをリリースした年号に合わせて、バージョンも付けられるようになってきました。そしてデータドリブン、今の時代ですね。こちらの時代では、マシンラーニングやブロックチェーンの対応など、世の中で求められる最新技術にもオラクルとして対応していきました。 なお、えー、こちらオラクルデータベースですが、進化の過程でさまざまな新機能を搭載してきましたが、オラクルデータベースが進化する上で大事にしている技術要件がこちらになります。まず、えー、左上から性能、えー、可用性、拡張性のところですね、と、えー、運用、セキュリティの部分の4つです。オラクルデータベースではそれぞれ、例えば性能であれば大量データを、 いかに高速に検索、集計できるかであったり、可用性、拡張性のところを見てみると、キャパシティを効率よく拡張するためのクラスター構成であったり、また運用性のところでは、大量のデータベースの統合運用をいかに楽にできるかというところであったり、またセキュリティのところでは、データを守るためのアクセス制御機能であったり、こちらを提供したりということを重要視しています。 それぞれを見ていきたいのですが、特に性能面では数十、数百テラバイトの大容量のシステムにおいてもパフォーマンスを引き出す技術として、オラクルエクザデータを提供しています。オラクルデータベース専用のサーバー構成で、オラクルラックを利用することで、効果用性と放覚調整を実現します。また、ストレージ側にも専用のソフトウェアが搭載されており、オラクルデータベースの処理の一部を ストレージ側で動作させることで、大量データの法則処理を実現しています。また、エクザデータはオンプレミスのみのハー,ドではハードウェアではなくて、オラクルクラウドでもサービスとして提供されておりまして、クラウド上でも利用可能となっています。次に、可用性、拡張性のところの要件というところでは、前のページのオラクルエクザデータでも少し触れているのですが、オラクルデータベースではオラクルラック といいう機能を提供しています。これは、えー、ディスク共有型で同じデータを取り扱う複数やのサーバーをクラスター構成として1つに束ねまして大きな1つのオラクルデータベースの実行環境として提供するものです。こちらちょっと真ん中の図をご覧ください。こちらはすべ、えー、てのサーバーが動いており1つのストレージにアクセスしています。例えば1つのサーバーでこちら障害が発生しましたとなっても ユーザーからの接続ということを他のサーバーに切り替えることで、えー、処理を継続することが可能です。また、えー、サイバー追加に飛びない全体としての性能向上も行いますので、可用性と拡張性を同時に兼ね備えた機能といえます。こちら、詳細につきましては、オラクリアアプリケーションクラスター、アーキテクチャ小説エントを改めてご参照ください。また、えー、可用性要件。 では先ほどのオラクルラックだけでは、満たせないい場合もございますオラクルでは、えー、オラクルマキシマムアベイラビティアーキテクチャ、そしてオラクル MMA と呼ぶオラクルデータベースのためのアーキテクチャ構成、えーこう、ライフサイクルのベストプラクティスがあります。このオラクル、M、MA では、ステムの重要度に合わせて、えー、シングルのブロンズから始まりまして、HA 構成の、えー、シルバー、 DR 構成のゴールド、えー、DR 構成に上長構成を組み込んだプラチナムなどの構成が定義されています。ゴールドおよびこちらプラチナムの構成では、効果要請を構成するための仕組みとして、オラクルデータガードの利用が前提となっています。こちらの詳細におきましては、えー、効果要請システム構築、オラクルデータガード基本編を再度、えー、ご参照ください。 最後に運用あ失礼しました。運用要件では、えー、大量のデータベースの統合運用を可能とするオラクルマルステナントがあります。こちらは、データベース統合のポータビリティ、過半性を両立するアーキテクチャです。一つのデータベースの中に、複数の仮想のデータベースを保持して運用するものです。こちらは、コンテナデータベース、略して c t b と呼ばれるこちらの器の中に、えー、プラダガル プラグアブルデータブース略して PDB と呼ばれる論理的に独立したデータベースというところを複数作成することができます。アプリケーションからは PDB もこれ前の o のオラクルデータベースと変わりませんし、バックアップや負担を減らすことができます。また、メモリリソースとオラクルデータベースのインスタンスのバックグラウンドのプロセスが共有されてますので、より多くのアプリケーションを一度に稼働することができます。 セキュリティのところを詳細に見ますと、オラクルはこちらマキシマムセキュリティアーキテクチャというセキュリティのためのベストプラクティスがあります。オラクルデータベースではデータを守るために必要となる機能として実装しています。例えばアクセス制御をはじめまして、暗号化でしたり、こちら認証強化でしたり、監査など、ベストプラクティスに伴って、これはさまざまな機能を利用することができます。このようにオラクルデータベースでは、 あらゆるリスクへ対応するためのソリューションが提供されておりまして、大規模のシステムにおいても安心して利用することができます。なお、ここからいくつかアプリケーション開発者向けのオラクルデータベースの特徴についてもご説明いたします。まず、オラクルデータベースにおいては、こちら、スタートプログラムで、こちらで記述できる言語というのが複数提供されているという特徴がございます。 これらの言語によって、スタードプログラムを作成できます。スタードプログラムは、スタードプロシージャー、スタードファンクションの総称です。ユーザー独自の関数を作成することができます。データベーストリガーも、これらの言語を実装できます。え例えば、PLSQL、Java、JavaScript が、それぞれ用途によって選択することが可能です。まず、PLSQL では、えー、主にバッチ処理を こちら Java のところでは、PLSQL では実装が難しい機能を実現するために使います。なお JavaScript については 23C からこちら提供されるものですので、データベース内の JSON データの操作を簡単に行うために利用できるものとなります。オラクルデータベース内の JSON の取り扱いについては、後ほど 23C の新機能でご紹介させていただきます。次に、 えー、アプリケーション開発においてですが、オラクルデータベースにアクセスするためのドライバーが、えー、主要なプログラミング言語前に提供されています。オラクル社が提供しているものでもあれば、オラクル社の社員が関わっているオープンソースというものもあります。こちらに書かれているところの赤がオラクルドライバーで、青がオープンソースですね。はい。アプリケーションを開発する上で、えー、メンテナンスの部分ではオラクルは関わっていなかったり、 また、えー、アプリケーションのプログラミング言語を自由に選択することができるというところも、オラクルデータベースの一つの特徴として覚えていただければと思います。なお、えー、代表的なアプリケーション開発言語と、えー、ミドルウェアの関係を表したものがこちらです。オラクルデータベースのサーバーとアプリケーションの通信は、こちら Oracle ネットサービスのところから利用していきますが、 アプリケーション側にはオラクルクライアントをインストールします。中にはオラクルクライアント機能をそれぞれの言語で記通した JDBC、えー、新ドライバーや ODP.NET のマネージドライバーなどが、えー、存在いたします、はい。第2章では、コンバージョンデータベースがもたらすものというか題についてお話しいたします。 はい、コンバージドとは耳慣れない言葉だと思いますが、英語のコンバージには一つにまとまる、収束するといった意味があります。集約されたデータベース、統合されたデータベースという意味となります。例えば、あるお客様が扱っているデータベースは一つではなく、いくつも存在していることが多いです。左側の図のように、こちら既存システムで、個別最適でいくつもあったりというのがございます。これを俗に、再ロ化、 と呼んだりしますが、歴史的経緯や部分前の都合によって、業務個別に最適化されていった結果、システムやデータベースが完全に分断されている、えー、状態となっています。また、えー、最近ですと、こちら右側ですね、右側のように、えー、DX やデジタルトランスフォーメーションということで、業務変革のために新規でユースケースやアプリケーション前に、えー、システムを構築したりしています。 データベースがあの散在してしまうということは、もちろんその、仕方ないというところの側面もあるんですが、やっぱり、えー、標準化や共通化というところが一つなされてないというところでもございます。システムの基盤というべきデータベースがこれ分断されてしまっていることというのは、困った問題というところも生じてくるものです。例えば、データベースが散在することによる困りごとの、えー、一例です。こちらをまとめてみたものとなります。 左上では、まず管理が断片化しています。データベース前に管理者がついている図で表していました。例えば、オラクルデータベースとそれ以外の DBMS を利用することを考えると、データベース前に独自の管理方法や技術力が必要だったりします。また、右上の可用性とスケーラビリティの断片化ですが、データベース前にリソースの管理が必要で CPU やメモリが枯渇すると、 それらのデータベース前にスケールアップやスケールアウトを検討する必要が出てきます。左下のデータセキュリティの断片化ですが、散在するデータベースの種類が異なると、それぞれのデータベース前にセキュリティモデルや機能が異なることがあります。えー、セキュリティポリシーも個別に実装する必要が出てきたりします。最後、右下のデータ整合性の断片化ですが、別なデータベースを登録した データと他のデータベースを利用する場合必ずそのデータベース間でデータの移動やデータベースに合わせた変更を行わなければなりませんこの部分ですねここでデータの遅延やデータ変換による誤りが発生してしまう可能性もあります現在の Oracle データベースでは様々な種類のデータを一つのデータベースで扱えるマルチモデルデータベースとして機能します これは、えー、オラクルデータベースに格納しているデータが、こちらにあるように、リレーショナルの形式だけではなく、JSON をはじめとした、えー、テキスト、グラフ、スペシャル、ブロックチェーンなどのさまざまなデータ形式を扱えることを意味します。こちら、左側は、えー、企業にとって重要なことをまとめていまして、データの一貫性、セキュリティの確保、えー、信頼性、これは高い可用性と説明した方がいいかもしれません。 またあの、スケーラビリティなどを挙げています。これは第1章でもご紹介させていただいた、オラクトルデータベースが大事にしていることや特徴にもつながります。また、こちら右側のアプリケーションにとって重要なことを、こちらまとめさせていただいたところでは、主に開発のしやすさという部分で言い換えてもいいかもしれないと思います。アプリケーションを作りやすいデータモデルを選択したり、手続き的ではなく、宣言的スタイルの SQL で アプリケーションが書けることであったり、もちろんトランザクションを制御しやすかったり、アプリケーションに適切な言語が標準化された API を利用できたりということがあり、挙げられます。このマルチモデルデータベースとしてのオラクルデータベースのことを、オラクル社ではコンバージドデータベースと呼んでいます。リデンシャル形式以外にも、こちら、さまざまな形式がございまして、テキストベースの データ交換用のフォーマットである、税送に対応していたり、空間情報や地図情報を格納するスペシャル、ノートとエッジの関係性を管理するグラフ、全文検索に利用するテキスト、データの改ざんを防ぎ、トレーサビリティの仕組みで利用するブロックチェーンなど、さまざまな形式に対応しています。データの種類が異なっていても、1つのクエリで処理できるため、データ活用を実現するためのプラットフォームとして利用できます。 データ活用のプラットフォームが用意できてくると、データを元にした DX に取り組んでいくことができます。例えば、これまでに挙げてきた左のように、再色化された状態ではなく、こちら右側のようにこれからですね、コンバージョンデータベースと言われる状態にすることで、集約された一貫性のあるデータを元にしたデータ活用ということが可能になります。また、データベースが一元化されることで、セキュリティ確保や運用保守もシンプルになります。 ここで少しだけオラクルクラウドが提供しているオラクルオートノマスデータベースというサービスにも紹介させてください。左側はこれまでご紹介してきたコンバージョンデータベースについて説明しています。マルチモデルデータベースとしてさまざまなデータを管理できます。じゃあ右側がオラクルオートノマスデータベース。略称は ADB と呼ばれるものですが、オラクルクラウド上で提供するマネージドなオラクルデータベースのサービスで、 AI を活用することで、インフラ運用を自動化していたり、えー、また自立型データベースとも名付けられています。詳細はえ右下のリンクのところですね、こちらで説明資料を入れてますので、ご確認ください。また ADB はさまざまなデータを格納するだけでなく、活用するためのデータロードや変換、ローコードアプリ開発といった機能も利用できます。 例えばですね、ADB はデータ自身をえ自分自身のストレージに格納するだけではなくて、他社が提供するクラウド上のオブジェクトストレージ、代表的なクラウドをちょっと記載させていただきますが、こちらのえストレージの中のデータベースとやオブジェクトストレージとえー連携が可能となっておりまして、すべてのデータレイクのこちら、ハブのような役割というところを担うことができます。さて、 えー、このようにご紹介させていただいたのですが、ここからは複数のデータベースを利用したアプリケーションと、オラクルデータベースの本場上データベース、この2つの違いについてをご説明します。まずは、えー、スマートフォンを購入する一連のアプリケーションを作成する例をちょっとご紹介したいと思います。まず、アプリケーションの基本的な機能として、まずカタログから検索をしまして、こちら、クレジットカードで購入、そして配送管理。 顧客情報の管理、売上分析という順番で考えています。上の目的別をデータベースでは、それぞれアプリケーションに最適化された目的別データベースが存在していますが、必要に応じて、データ関係のための ETL と呼ばれるツールを使った処理であったり、データを連携させるためのインテグレーションとメンテナンスのコストというところが発生します。下のコンバージョンデータベースですね。こちらであれば、同様のアプリケーションを 1一つのデータベースで利用でき、データ連携の手間やコストというものが発生いたしません。次に、業務システムと目的別にデータベースが乱立している左側と、コンバージョンデータベースで統合した右側の場合ということのパターンの事例をご確認ください。こちらの比較では、左側はデータ関係のためのデータの流れが複雑となっており、財務や人事であったりですね。 また調達、例えば購買など、それぞれの担当者が、それぞれ独自のデータベースを参照しています。これらのデータを、こちら右側のように、1つにまとめてあげると、アプリケーションや利用者っていうところが、1つのデータベースを参照することができます。このような形にデータベースがすっきりと1つになってくると、運用管理やセキュリティ確保の面で大きなメリットっていうところが得られます。 企業としてはまたガバナンスを効かせられる状態となってもきます。こちらのスライドでは、じゃあ目的別にデータベースが乱立している左側のパターンと、開発者や運用者側でとても大変な状況になっています。えー、開発者は目的別のデータベースを個別に合わせた開発を行う必要がありますし、運用管理者は、えー、性能可用性、拡張性、セキュリティなどについて、 目目的別別のデーータベースを個別に目を個に配る必要があります右上のこちら、判例で表しているように、例えば、えー、性能の確保が難しくなってしまったですとか、ちょっとセキュリティの確保というところが難しかったりと、ちょっと個別にデータベースが存在すると、そこがシステム全体としての、えー、ボトルネックになってしまいます。右側のこちら、コンバージョンデータベースの形であれば、システム全体を一元的に管理できるというところで、 メリットとして一目瞭然です。第3章では、えー、これからのオラクルデータベースの進化ということで、23C の機能紹介とともに、第2章でご説明したコンパジョ上データベースのコンセプトが今後も継続されていくという点についてお話しさせていただきます。オラクルデータベースの 23C では、AppSimple という表題のもと、 アプリケーション構築をシンプルに行うことを目標にしたさまざまな新機能というところが提供されています。例えば、えー、JSON であったり、えー、JavaScript、スタートプロシージャーなど、開発を楽にする新機能や、マイクロサービスサポートやトゥルーキャッシュ、グローバル分散データベースなど、システム構成を拡張する新機能などが搭載されます。これらの新機能の中でも、コンバージョンデータベースのコンセプトを活用したものと、 そ、えー、して、こちら左上にある JSON リレーショナルデュアリティ、また、えー、最近のトレンドである AI に関する AI ベクターサーチをご紹介します。オラクルデータベースの、えー、23C の JSON リレーショナルデュアリティ、これはどの機能かというと、えー、JSON リレーショナルの利面性こちとご説明をさせていただいている通り、リレーショナルなテーブルを JSON ドキュメントとしてアクセスできる機能のことです。 これまで通り、リエーショナルデータベースとして SQL アクセスを行うことで、こちらデータの一貫性を保ちつつ、分析、集計という形を行うことができます。また、こちら JSON 形式でもアクセスができることで、JSON を利用したアプリケーション開発というところがより簡単になってきます。こちら、構成の変化ですが、例えば左側のように、同じデータをリエーショナルデータベースと JSON ドキュメントデータベース、 この2つに利用する場合、これまではこの ETL のような、えー、仕組みを使いまして、データをそこに連携するというところを挟む必要がありました。それが、えー、今後実装された右側のオラクルデータベース 23C、JSON Relational Reality というところでは、1つのデータをこちらデータベースに集約することで、えー、運用が簡易的なものになります。こちらはリレーショナルと JSON が入っている形です。これによって、オラクルはこのコンバージオデータベースの 特性を持ったからこそできる一つの大きなメリットがご提供できると言えます。また、オラクルデータベースの 23CJSON リレーショナルデュアリティのメリットを、えー、ご説明をまとめさせていただきました。えー、全体では、えー、リレーショナルデータを扱いにくいアプリケーションでも、えー、JSON 形式でデータにアクセスすることができるという利点が挙げられますし、開発者としても、えー、JSON 形式で えー、JavaScript を処理したり、リレーショナル形式として SQL で処理するなどの二面性を得られます。管理者としてもデータベースが一元化されることによる運用のコースが削減するなどのメリットが挙げられます。さて、えー、ここからもう一つの機能、Oracle Database23CAI ベクターサーチのご紹介をしていくのですが、その前に AI ベクターサーチに必要とされる前提知識もご説明させてください。 えー、オープン AI の最近、チャット GPT など、皆さんも大変利用されることが多いと思いますが、例えば個人の利用ではなく、これを企業がビジネス用途で利用する場合、こちらの生成 AI の課題について考えています。右下の図である説明のように、例えば一般的に利用してカレーの作り方を教えてくださいみたいな形で、ちょっとしたわからないことをチャット GPT みたいな生成 AI に問い合わせると、生成 AI は学習に基づいた回答を行いまして、レシピなどこのように出していただく。 ことできるととなっていますとはいえ、実際あの、個人の日常の利用においては、こういう利用は全く問題なく、非常に便利なものなんですが、えー、もしビジネス用途で利用する場合っていうのは、いくつかこの赤で示したような課題っていうのが出てきます。例えば、えー、情報が古い、最新でないものが出てきたり、情報の出典が不明であったりですとか、あとはあのハルシネーションと呼ばれる誤った回答をさも正しいかのように返すことがあったり。 またあの、社内のデータってもちろん使ってはいけないところっていうのは多いですので、ビジネスで必要なことを知らないといったことなどが挙げられます。また、えー、社外費のデータっていうのが多いので、例えば社外の ChatGPT などの LLM に当然、学習させることっていうのはできません。ビジネスで LLM を入力する際の課題として、対応策としては主に2種類現在あると言われています。 こちら左側では、えー、ご説明しているファインチューニングと、右側でご説明しているラグ、マニュアルグルスと検索拡張生成と呼ばれるものです。ファインチューニングでは、えー、企業データを使用して、えー、AI モデルそのものを更新していく形になるんですが、学習にやっぱり時間とリソースっていうのを取られる仕組みとなっています。そのため、えー、こちら再学習を繰り返していったとしても、必ずしも最新の社内情報を使用した回答っていうのが難しかったりします。 やっぱこちらのラグですね。ラグは問い合わせ時に社内の必要なデータを都度参照する形で回答を導き出すものです。最新の情報を参照しながら回答できる。回答元の情報を提示できる。学習時間がかからないなどのメリットがあります。そのため、フ、え、ァ、ー、インチューニングは時間と手間がかかる割に、やっぱり期待したリターンを得るっていうのが難しいのですが、ビジネス仕様とにおいては、こちらラグを使用することで、 効果的なメリットを得られるということが考えられます。ちなみにラグを利用していくと、企業データと生成 AI の連携イメージってどうなるかっていうと、例えばの例としましては、こちらになります。まず、この図の真ん中付近を見ていただきたいのですが、こちらですね、品質レポートであったり、顧客アンケートであったり、企業固有のデータっていうのがまず存在しているとします。この既存情報をベクトル変換した情報が、 こちらのデーータベースに格納されていますこの左側の部分のように、例えばこのチャット g p t などの LLM を通して、例えば質問を行うと、質問内容をベクトル変換し、ベクトルデータを格納しているデータベースで検索を行っていきます。でまた、質問に対してこのベクトル値の近い情報を付与して、こちらの大規模言語モデル LLM に返すっていう形で、質問に対しての回答が生成されるという流れになります。 ベクトルを変化した情報を保存するデータベースの一般例をご説明させていただきましたが、このベクトル情報を保存し、検索するための機能が、オラクルデータベース 23CAI Vector Search です。左側の図のように、ベクトル型もコンバージョンデータベースとして、オラクルデータベースに格納及び検索することができます。そのため、表データや位置データなど、構造化データはもちろん、 画像や動画などの非構造化データも格納できますし、それらのベクトル化された情報をベクトルデータ型として保持するので、構造化データと非構造化データを合わせて類似検索ということができるようになります。例えば、えー、こちら、オラクルデータベース 23C の AI ベクタルサーチを利用した SQL での検索例というところを2つご紹介させてください。 最初の例は通常のテーブルの検索結果の表示順をえ文章の類似順に並べるものです。通常のテーブルの条件指定を行っていることがこちらの、ね、スケールからわかりますし、オーダーバイの並び替えで、えー、ベクターディスタンスという関数を使っています。また、えー、下の例では、えー、指定した写真の類似順を類似順に表示するという点に加えて、最初の10件をさらに表示するように指定したり、 写真の近似時の精度を使ってて指定しています。こちらまた参考情報として、オラクルが提供する生成 AI ソリューションについてご紹介します。右下がオラクルのデータベース 23C の AI ベクターサーチ。こちらについて、これまでご説明しましたが、オラクルクラウドでは、えー、ジェネレーティブ AI サービスとして、こちら言語モデルの LLM ですね、コーヒがと呼ばれるカナダの生成 AI であったり、 あとはメタのラーマ2といった、えー、オープンソースの、えー、LLM を利用するサービスを提供していますし、それらを連携するためのオーケストレーションと呼ばれる仕組みとして、OCI ジェネレティブ AI エージェントサービスを今後提供予定です。こちら詳細につきましては、えー、左下の OCI ジェネレティブ AI サービス、エージェントサービス製品概要の資料をご参照ください。さて、えー、オラクル社では、 これまで生成、説明してきた生成 AI に関するラグの利用だけでなく、さまざまなところでこちら AI 活用っていうのを進めております。そういその中の一つの取り組みとしまして、こちらオートロマスデータベースですね。こちらで提供されたセレクト AI という機能がありますので、ご紹介します。生成 AI と連携することで、SQL ではなく自然言語、例えば英語や日本語のような自然言語を使って問い合わせが可能となる機能です。 右側の例では、えー、2010年以降で最もよく見られた映画の特典を教えてと英語で入力しています。もちろん、生成 AI は翻訳もある程度可能ですので、えー、日本語でも、えー、利用することができます。なお、オラクル社の、えー、ERP アプリケーションを SAS として提供も始めていますが、それらのアプリケーションの至るところで、えー、AI 活用が始まっています。 最後に、えー、本日のセミナーの内容についてまとめさせていただきます。オラクルデータベースは、えー、世界で最も使用されるデータベーステクノロジーであり、データベース領域で約45年にわたり技術を進化させています。第1章では世界初の、えー、商用のリレーショナルデータベースとして基盤をご提供したこと、オラクルデータベースの大事にしていること、性能、可用性、拡張性、運用、セキュリティといった特徴について お話ししさせていたただきました第2章では、えー、あらゆるデータ形式に対応するマルチモデルに対応したコンバージョンデータベースという設計手法と、えー、そのメリットについてお話しさせていただきました。第3章では、今後も AnyData、AnyAI、AnyApplication を推進するプラットフォームとしてのコンバージョンデータベースの活用であったり、AI を利用した新たな価値の創造についてお話しさせていただきました。 これからも、えー、ユーザーの皆様は、あらゆるワークロードプラットフォームで、オラクルデータベーステクノロジーのメリットを享受することができます。ご清聴ありがとうございました。はい、ご登壇ありがとうございます。えっ、ー、と、では、えーと、クロージングになります。まずは、時間予告になります。次回ですね、えー、と4月の23日火曜日、えー、と5時45分、この時間から、えー、と開始いたします。 内容は、えーと、オラクルデータベースの性能分析入門というところで、スタッツパックや AWR などの分析ツールを初、えー、学者向けに解説させていただきます。で、度、え、は、ー、テクノロジーナイトですね、7、えー、月の25日開催になります。えー、とオラクルのパートニングの基本と最新情報という形で、4月の25日6時45分からスタートになっております。はい。 最後の案内になりますが、えっと、オラクルのデベロッパーデイズですね。えっと、5月の23日と24日の、えっと、2日間にわたった、えっと、開催となっております。で、5月23日の、えー、木曜日ですね、えー、オラクルデイと称して、4つのトラック20のセッションでお届けをいたします。えっと、開催方式なんですけども、1日目ですね、に関してはオンライン。 えっと、二日目に関しては、えっ、ー、と、会場という形になっております。あの、イベントサイトも出来上がっておりますので、ぜひご確認いただければと思います。で、えっ、ー、と、まず、あ、1日目のオラクルデイのトラック1はですね、あの、d b s e c a m p の私たちメンバーも参加いたしますので、ぜひあのご確認いただければと思います。はい、えっ、ー、と、それでは本日の d b s e c a m p は以上となります。 次回ですね、えー、と4月の23日お会いできるのを楽しみにしております。本日はご参加いただきありがとうございました。